いやー騙されたー、まあ、あるオファーが来てたんですって言ってからもう一切連絡がなくなった。始まりました、もちちチャンネルです。さてさて、いやー騙されたー、いやーこの時間と労力を返してくれ本当に。あー、ただ日の話じゃないですよ。今もうすっごい忙しいんですよ。夏期講習行ったりとかしてて、本ですね、1ヶ月で攻略、大学入学共通テストのリーディング編、リスニング編、改訂構成っていうのでやってて、9月20日に発売ってアマゾンに書いてありましたけど、英検のね本の改訂もあったりして、もうてんやわんやなんですが、そんな中、まあ、あるオファーが来てたんですよ。でそのオファーが来てて、あ、これはいいと思って、もうスケジュールそこがっつり開けてたんですね。もう8月はそこ以外びっしり、そこだけその仕事が入るだろうからって言って開けたんですよ。 1,2,3,4,5,6 6日も開けてました。6日間でどこに入るかわからないって言われてたんで、ちょっと待ってくれよって感じなんですが、はい、まあね、オファーが例えば6月ですね、6月に来て、すごいでっかい会社ですね、まあ、そのでっかい会社と一緒にやってると。で、まあ、あるイベントが、まあ、シンガポールに行われるから、もしかしたら同じオファー受けてる人いるかもしれないんで、インフルエンサーの中で、まあそれが来たわけですよ。で、まあ、僕は英語系のチャンネルなんで、いっぱい来るわけですね。海外からのオファーもすごく多いんですよ、実は。だから日本の企業案件よりも多いんじゃないかっていうぐらい来ますね。まあ、ただほとんどが無料でやってくださいなんで、こんなもの作りました、でこれ紹介してくれませんかっていうのが、まあ、中国から来ることが多いですね。あと何、サプリ系とか、ああいうのは絶対やらない。仮想通貨みたいなやつ、ああいうのも来たりしますけど、そういうのやんないんですけど、かなりすごい大企業ですよ。すごい名前のところのやつでやるっていう風にね、来た。かなりね、英語も普段オファーをいろいろ受けるのと比べてすごいちゃんとした英語なの。見せられないからなんとも言えないけど、すごい丁寧に書かれた、まあ、難しい表現とかもいっぱいある、本当にビジネス英語なんですね。で、まあいろんな情報こっちが渡すわけですね。チャンネル視聴者の層はどんなのとか、最初どれだったかな、インスタか TikTok かなんか、それでオファーが来てて、でそれぞれインスタグラムだったり TikTok だったり YouTube だったり、いろんなのがあるっていう話で、でうちは YouTube がメインだからっていう話をしてね、でそしたら YouTube のちょっとアナリティクスっていうので見れるんですけど、どういう視聴者層を感じた、どういう視聴者層が見てるのか教えてくれとかね言って、いろんな情報を出したんですよ。でそこから、それじゃあこんな感じでって言って、じゃあそれぞれこれやった場合いくらになる、これやった場合いくらになる、これやった場合にいくらになるっていうのを教えてくれって言われた。で、すごい細かく決まったんだよ、その後に。で、YouTube でこれ出してくれ、TikTok でこれ出してくれ、で、さらに YouTube でこれを出してくれみたいなのが全部決まったんですね。そのイベントに行く前に出すこと、で、イベント中に出す、で、イベント終わった後にも出すみたいなのがね、それが決まって、で、当然渡航費あるから、シンガポール行くんで、シンガポールの渡航費あって、宿泊代も書いてあって、で、どこに出席するかで、まあ、イベント何日もあるんで、そのどれに出席するかで、まあ、YouTube のがいいから、とは伝えてあったんだけど、じゃあこの値段でみたいな感じでセットの値段がやってきたわけですね。そんだ TikTok と YouTube 出して渡航費と宿泊費みたいになってたんですね。まあその値段見て、うん、渡航費と宿泊費と、まあ動画に使えるお金ほぼないじゃんっていう感じだったんですよ。その料金じゃ普段やってる企業案件とかよりだいぶ少ないお金になっちゃうんだけど、まあでもそれでいいやと。別にそのシンガポール行けるんだったら、ちょうどねお盆シーズンでね、日本からの渡航なんて高いわけですから、でその分ちょっと安めのお値段で行くことできるんだったらいいやと思って行ってたんですけど、そしたらプラスでもっと高い値段にしてくれたんですね。だから日本円にすると35万から7万ぐらいかな、ちょっと為替があるんで、だいたい US ドルで海外乗って受けるんで、いやまあ35、6万あるんだったら、まあまあ全然シンガポールいて、その宿泊費、1日分の宿泊費よりも全然多いじゃないですか。で、ああじゃあ全然これだったらいいや、で何日取ろうかな、何日間か、まあ泊まろうと、1日だけいるのももったいないし、久しぶりのシンガポールだし、まあどれぐらいの期間いようかなと思って、じゃあ分かった分かって、あオッケーです、それで行きますって言って、じゃあチケット買うんでって言ったら、あでもちょっと待ってねって、まだいろいろ確認しなきゃいけないことがあるからって言って、それが7月の頭かな、頭で確認しなきゃいけないことがあるんですって言ってから、もう一切連絡がなくなって、で一切連絡がなくなって、いやいやいや、ちょっと困ると。どうなってんのっていう風になったわけですよ。で、7月の18日。で、さすがに、いや、チケット買わないと、これ困ると。当たり前ですけどね、海外のギリギリで買ったら高くなっちゃうし、ね、乗りたかった便なくなっちゃうし、ホテルだと予約しなきゃいけないじゃないですか。そんなせっかく行くんだったら、マリーナベイサンズ泊まりたいわとかね、あるわけですよ。でももう、なくなっちゃったらどうするの部屋が。いろいろ思うことがある。どんどん遅くなっていったら困るって言って、7月18日に言って、
って、したら、まあ、これ火曜日水曜日で週末まで待ってくると。週末にもう返事絶対返すからって言われて、また無視ですよ。週末何の連絡もなかったです。で、またもう一週間経ちました。その週末って言ったのに、その次の週末にも連絡来なかった。で、さっき、いや、もう待てないからって言って送ったわけですね。I can't wait any longer って言ったら、そう。だってものすごい多くの人待たしてますからね。僕、スケジュール超、そこ入れたい人いっぱいいるわけですよ、スケジュールね。でも、その人たち全部ごめんなさいって言って断ってるんですね。だとても困ってしまっている状況だったわけですね。で、結局、いろんなところとね、もうやり取りして、あれやこれややってて、まだ決められないって言われて、だからもう決められないから話なしでってなくなったわけです。いや、どんだけ待たせたと。で、しかも、どの日にちになるかわからない。これが一番厄介ですよ。そのイベントの1日は参加してもらうっていうやつだったんで、その1日すらどこだか決まんないから、ずっと開けてなきゃいけないっていうので、まさかのですよ。こんなに長いこと、開いちまったよ。まあ。こういうのはね、まあ、あることはあるんですよ。もうなしで、みたいになるのはね。本当にもう当たり前というか、いつもあること。ただやっぱあんまり日本企業でこんな風にはならないですね。日本の企業っていうのはそこはしっかりしてるところが多いですね。ただすごい企業、だいたいまあインフルエンサーに連絡をするのは別の企業なんで、すごい企業が委託してるとこなんですね。ここがちゃんとしないとこっちの大企業の方に影響が出ちゃうじゃないですか。イメージがね悪くなっちゃったりするんで、いや結構グレーなことやってるところもあります。ここ間に入ってるところはそれ規約的にダメですよねっていうのもあったりするし、実際ね本当にだからこの大企業のイメージ一社あるんですけど、2個別のこうオファーを受けて、いやみたいなね、だからすっごい悪いイメージになっちゃったとことがあるんです。で海外 でこれは前にも言ったかもしれないですけど、海外あるあるやっぱ言語の壁があるんですよ。で言語の壁って僕は直接英語で喋るところの会社がやってきてくれるんだったら全然いいんですよ。で直でいわゆる Zoom とか Skype とか Google Meet みたいな感じで話したことも何度もあります。そのまま直でクライアントと話せるので、代理店がいてクライアントがいて僕がいてっていう状況とかになっても直の言葉を伝えることができるっていうのがまあ強みなんですけど、ただその場だったらいいんですけどね、メールをやるときがすごく大変なんですよ。どういうことかっていうと、メールで僕は直にクライアントに行けないんです。アメリカの会社からオファーが来たときに、それは中国の会社を経由できたんですね。で僕はだから英語でそのままクライアントのね希望を聞いてこうやり取りしたかったんですけど、うちを挟まなきゃダメですって言われたんです。でしかも日本語でここはやり取りして、ここが英語でやり取りしなきゃいけないっていうことになってたんです。もうそれ意味が分かんなくて、全部英語でやりゃいいじゃん、なんで日本語で書いてくださいって言われた。で案の定そうやっちゃうと、こっちの日本語を向こうが解釈して、日本人じゃないですよ、日本語のできる中国人が解釈、日本語も英語もネイティブじゃないんですよその方は。で解釈して送るんですよクライアントに。でクライアントがこうやり取りして、でそれをまたその人が解釈して日本語にするんですね。そうするとね変なのすごく。日本語が変でやるっていうのもそうなんだけど、多分そんなこと言いたいことじゃないよなっていう風になってんですね。だから同じようにこっちの言ってることも曲がって伝わっちゃってるんですよアメリカ側に。だから最終的にすんごい変な感じになった。でやっぱなしでみたいになって、ああやっぱこういうのってね、ただただ翻訳すりゃいいってもんじゃないんですよ実はね。これいつも言ってるんですけど、翻訳者通訳者っていうのは訳さないことが重要なので、そう何でもかんでも訳しちゃったらコミュニケーション破綻しちゃうってことしょっちゅうあります。相手の気持ちを汲み取って、あここは訳さないようにしなきゃっていう風にねするのが大事なんですよ実は。だこういう海外とのねやり取り、まあ今回は英語で直のやり取りだったんで、言いたいことバーンと言えたんでよかった。この間に違う国の人が入ってるとすごい大変ですね、ということでした。はい、皆さんもお気をつけくださいって、見てるインフルエンサーの方もお気をつけください。結局ねスケジュールだけ抑えられて何もないみたいな、怖いですね。いやでもどうだったんだろう、ただもうわざわざずっとギリギリまで言わないで、こっち側が断る理由を作らせるように仕向けてたのかなとかともちょっと思うけどね。わかんないな、どうしてそんなことになったんだろうな。ちょっとウィキペディアで調べてみるか。